空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では、集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり、日本の領空を24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。と言っても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初にこの役割を担い得る存在というのは、E2C、DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の3次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を、移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A 航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、3次元レーダー J-TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の3次元レーダー J-TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されている、フェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。
こういった車両搭載型三次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型三次元レーダー配備先の候補地として名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは別に東京都の小笠原諸島父島も検討対象にされたことがあるそうです。父島にも将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では航空自衛隊の車両搭載型三次元レーダー配備という状況について、政治的には、道村議会で全員一致で可決されたので、受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしても、マスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島への車両搭載型三次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは太平洋戦争時に凄惨な地上戦闘が行われたことも忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに日本を取り巻く安全保障の環境は今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が台湾周囲の6カ所の空海域で大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された中距離弾道弾5発が波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことはニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが尖閣諸島です。この周辺海域へ中国海峡局の艦艇が侵入するのはもはや常態化しているようです。報道されてもまたかと感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国がこの島に上陸して占拠する合理性はかなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪がけの打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による
侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに徴降していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する、無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の砂漠場となっていました。その状態に対しての大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは、戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも、無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が、他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても、戦時である場合にしか、効力を発揮しないというわけです。そして、赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は、原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は、大東村や沖縄県は行えないということなのです。個人的には、いいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ、国家としては、国家そのものが持っている自衛権を一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって、無防備地域宣言という戦時にのみ、限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。皆さんは、海上自衛隊が誇る、US-2 救難飛行艇をご存知だろうか。アメリカ海軍ですらその性能に興味を示しており、実際視察を行っているほどなのだ。そんな US-2 救難飛行艇が、海上自衛隊に、8機目の納入を果たした。今回は、そんな US-2 救難飛行艇について、
詳しく解説していこうと思う。2022年5月24日、新明和工業より、通算で、8機目にあたる、US-2 救難飛行艇が、海上自衛隊へと引き渡され、岩国基地に配備されることとなった。今後は、日本において、海難救助活動に従事し、多くの命を救うことが期待されている。US-2 救難飛行艇の諸元について掘り下げていくと、乗員11名、全長 33.25m、全幅 33.15m、全高 10.06m の大きさを誇るものだ。これは、世界でも、最大規模の飛行艇と称されており、最大時速およそ 580km、巡航時で、およそ 470km、航続距離も 4700km に達する。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴といえるのが、圧倒的な短距離着水を可能としている点だ。離水距離が280メートルで、着水距離が330メートル、着水可能な波の高さも3メートルと、世界の飛行艇に全く引けを取らない最高の性能を有している。世界9カ国にて採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は、離水距離が808メートルで、着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差は顕著に現れている。このような高性能な US-2 救難飛行艇だが、残念ながら、海外での採用例はない。というのも、US-2 救難飛行艇は生産数が少なく、1機あたりのコストが120億円を超えているのだ。故に、世界の国々も容易に購入を決断することはできないでいる。その中でも、特に購入が有力視されていたインドだが、やはり、ロシア製の B-200 飛行艇の方が、1機あたり75億円で安価と言える。性能は大幅に劣るものの、コスト面で B-200 飛行艇に軍配が上がってしまうのだ。加えて、インドは、もともとロシアとつながりがあることからも、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると考えられる。だからこそ、いかに日本の US-2 救難飛行艇が高性能といえ、ロシアの方が優位性が高いというわけだ。しかしながら、現状ロシアの生産性の低下は著しく現れている。それは言うまでもなく、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっており、B-200 飛行艇も例に漏れず、そのような問題の発生は否めない。とはいえ、インドは、西側諸国のように、ロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入する等独自の路線を選択していることから、二国間の関係は悪化してはいないと思われ、今後も価格面などで合意が取られれば、変わらず取引が行われるだろう。話を US-2 救難飛行艇に戻すと、その外観のデザインや、救難飛行艇としてのコンセプトなどは、全モデルである US-1 飛行艇を踏襲している。この US-1 飛行艇も、同様に、明和工業が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで運用された。だが、この US-1 飛行艇も、オリジナルの開発とは言い難い。US-1 飛行艇は、海上自衛隊が1970年に採用した PS-1 という対潜哨戒用に新明和工業が製造した飛行艇がベースになっているのだ。その当時脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として US-1 飛行艇は
機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対専用ソーナーを使用する形式であった。しかし、その方式はすぐに陳腐化してしまい、当時、世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の手法が標準となっていったのだ。アメリカ海軍の手法というのが、機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法であり、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしている。だからこそ、海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で取りやめ、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製のP-3C 対潜哨戒機を導入することとなった。ちなみに、同機は、川崎重工業者がライセンス生産を行うなど、100機以上が調達されており、その後、海上自衛隊では、川崎重工業者製の国産の P-1 哨戒機を2013年に正式採用している。しかしながら、2020年度末においても、P-3C 対潜哨戒機44機の保有を継続しており、残りこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も浮上しているとのこと。また、P-3C 対潜哨戒機に代替されることとなった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は70機前後を調達すると考えられており、2020年度末時点で29機が運用されていた。この調達数は、四方を広い海に囲まれている日本ならではと言えるだろう。これにより、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む道を模索していたが、有力視された国々の大半は、アメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用している。武器輸出の規制緩和を受けた日本としては、どうにか販路の開拓を行いたい様子だが、やはり海外輸出の壁は高いようだ。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇と続く中で開発された US-2 救難飛行艇。この製造元である新明和工業は、太平洋戦争までこれらにつながる飛行艇の開発、製造を行ってきた。新明和工業は、前身である川西航空機において培われた技術やノウハウを継承しており、実際、川西航空機は、西機大艇の通称でよく知られている西機大型飛行艇を、当時の大日本帝国海軍に納入している。太平洋戦争期、世界屈指の性能と評された西機大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄氏を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に目をつけ、正式に採用するに至った。この菊原静雄氏が開発したのは、西機大型飛行艇だけではなく、局地戦闘機として名高い市電及び市電海を開発し、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師だ。西機大型飛行艇は、第一次世界大戦後の世界の軍縮の流れから開発されるに至ったもので、アメリカ海軍を最大の仮想敵とする大日本帝国海軍が、水上戦闘艦の建造をこの間の軍縮条約等で規制されたことが発端となっている。この頃の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりに、航空機による攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというもの。そのことから、長大な航続距離を持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現を考えた。つまり、もともとは、型の陸上攻撃機の開発が求められたのだが、第一次世界大戦の結果、
日本の委任統治領とされた元ドイツ領だったミクロネシア島の島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めたのだ。だからこそ、飛行場を利用せず、海上から飛び立てる大型の飛行艇の開発を掲げ、川西航空機は、この期待に応える形で、97式飛行艇を送り出し、1936年に、大日本帝国海軍に正式採用されている。国内で初めて量産された、97式飛行艇は、4発の機関部を備えた、大型の飛行艇であり、これをベースに、さらなる大型化を図った機体の開発が、1938年から着手。その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に採用が決まったのが、二式大型飛行艇というわけだ。二式大型飛行艇の初舷は、全長 28.13 メートル、全幅 38.00 メートル、全高 9.156 メートルの規模となっており、最大で時速およそ470km の速さを誇り、航続距離は約 8200km にも達している。また、兵装として、最大2トンまでの爆弾と航空魚雷2本を搭載可能だったとのことだ。海自潜水艦の執拗な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、流型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦欧竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、世界ではトップクラスと思われます。非拡散原則によって、日本は、原潜を持つことは、できないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした、画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きん出ているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴って、フランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も、潜水艦で尖閣周辺を潜航しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年、平成30年、1月、宮古島、および、尖閣諸島の一つである、大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を潜航しながら、日本領海に侵入していたのが、
中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては、写真はほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸言も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公開と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが 093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月、日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空軍所属の哨戒機 P3C が、沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、長魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は必要ないでしょう。尖閣諸島は日本と中国が領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけで、ニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺五天でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小球と呼ばれている。093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小球は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した
中国の最新攻撃型原潜が公海でなぜ浮上した上に国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か。それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが、最大にして、最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に、自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも、様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小級原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が、中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と、勝手に、北九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く、長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに、恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちに、アメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし。しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も、日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のオトモンが完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、小級は本当に最新原潜か？音紋というのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、音紋データがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して、国旗を掲げる必要があるが、公海を潜航するときには、浮上したり、国旗を掲げる必要はない。あそこは、公海だったのに浮上したり、国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり、全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う、日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海事に浮上させられたことに、多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで、軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ、優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに怒りを感じた人さえいたようです。